浦和レッズはなぜカップ戦に強いのかっていう、うん、なるほど。海外のチームって最下でプレーするってちょっと怖いんじゃないかなっていう。あ、なるほど。2007年ですよね、これ ACL 発生。そこからなんか ACL の勝ち癖みたいなのついてったんじゃないか、はい、あー、なるほど。リーグ戦とカップ戦ってその気持ち的 なんか違いってあったりとか、やることははっきりするのはあのトーナメントですね。カップ戦勝ち上がるチームって、はい、なんか守備、あー、なるほどね、の意識ってすごく高いんじゃないかなと。なるほどね、はい。皆さんこんにちは、サッカーダイス TV の白鳥大地です。今回は前回好評だった鈴木啓太チャンネルさんとのコラボ企画になります。啓太さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケイさん、今回ですね、はい、お伺いしたいのが、あの浦和レッズはなぜカップ戦に強いのかっていうお話でして、うん、これあのやっぱこの間の ACL の決勝を見てても、うん、やっぱレッズは本当カップ戦強いなって思った、うん、僕のちょっと個人的なところから出させていただいた企画なんですけど、うん、レッズあの93年に J リーグ発足されてから、はい、国内3大タイトル、うん、J リーグ、うん、ルヴァンカップ、うん、天皇杯ですね、うん、とあと ACL を全部制覇してるんですけど、ACL、やっぱ特にねカップ戦が強いんですよ。だから天皇杯4回、 4回、 ACL 3回、 3回、ルヴァンカップ2回、 2回で J リーグの、制覇って実は1回じゃないですか。確かに4321、そうなんですよ、4321なんですけど、うん、これはなんか理由があるんじゃないかなと思ってて、ちょっと啓太さんにね、あの伺いたいなと思ったんですけど、うん、まあ、直近だとやっぱ先日のね、うん、ACL 制覇だと思うんですけど、うん、この試合って第2レグはサイスタ行かれてました？いや、僕はね、実は羽田空港で見てたんですよ。はい、どっかに行った帰りですか？はい、行く、あ、行く日だったんですよ。でそのフライトが18時55分だったんですよ。あ、だってあれキックオフ18時、そうですよね。だから前半だけ見れるっていう、はい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 、そしたらあの飛行機が天候不良で遅延になったんですよ、はい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 、だから全部試合を羽田空港の、うん、でダゾーン見る、羽田で見てたんです、はい、はあ、なるほど。一人で大興奮しながら待ちながら遅延になった、オッケー、見れる見れるって、はいはいはい、あ、むしろ遅延になってラッキーぐらい、ね、ラッキーですよ、はい、はいはいはい。あの試合もでもやっぱりなんかそのレッツのカップ戦メンタリティっていうか、やっぱそのカップ戦ってやっぱりそのとにかく勝っていくことが大事じゃないですか、うんうん、だからあの戦い方もそうだし、その試合の会場も含めてやっぱりレッツはなんかカップ戦に持ってるよなって思ったんですよね、うん、多分僕一つ言える、はい、こういうのがあるんじゃないかなって思うと、はいはい、まあ、ACL なんかは特にホーム&アウェイじゃないですか、はい、あ、そうですね、基本、はいはい、だからこそ、最下でできる、うん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 、しかも海外のチームって最下でプレーするってちょっと怖いんじゃないかなっていう。あ、なるほど。飲み込まれんじゃないかなと思ってて、あの大きさもそうだし、レッツサポーターの圧倒的なあの圧ってことですよね、うんうん、はい、だからものすごくアウェーを感じると思うんですよ、うん、なるほどなるほど。でも国内の試合やってるともちろんアウェーはアウェーなんですけど、はい、同じ日本人の中じゃないですか、もちろん海外の方もいらっしゃいますけど、はいはい、基本的にはそういうような状況の中でプレーする、はい、でやっぱり海外のチームは慣れないんじゃないかな。でもちろんじゃあ天皇杯とかね、ルヴァンとかっていうのはありますけど、はい、僕はねそれ一つ ACL に関しては大きいんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、うん、やっぱそのサポーターが作り出す、まあ、その独特のあの圧力っていうのが、うん、ACL と J リーグとかだとやっぱちょっと違うんですか？違うと思いますね。違うんだ、うん、なんか自分の経験でしかないですけど、はい、うん、リーグとやっぱ ACL とかってあの何ていうんですかね、運営の仕様もちょっと違うじゃないですか。はい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 、だからね、何て言うんだろうな、うん、その辺の違いは、うん、僕らが感じてる以上に対戦チームが感じるんじゃないかなって思いますけど、ね、はい、なるほどね。ケイツさんも多分その ACL でいろんなアウェーの、ね、うん、試合行ったことあると思うんですけど、うん、そのまあちょっと
ケイさんの場合は自分のチームになっちゃう、うん、単純には比較できないと思いますけど、やっぱ他のチームのアウェーの試合と比べても浦和レッズのサイスタっていうのはちょっと独特の雰囲気がある。独特、ね、独特、まあそのアウェー行った時、はい、やりづらさやっぱあるわけですよ、はい、ありますよね。浦和のホームでやって、はい、めちゃくちゃなんか力の差あるなと思っても、はい、例えばインドネシア行って試合したらめちゃくちゃ強いんですよ、うん、その地元のチームって。なるほど、はいはいはい、だからね、なんかそういうのはあると思う。あーホームの力ですね、うん、やっぱりね。これレッズが元々で言うと、うん、その初タイトル取ったっていうのがこれ2003年だったんですね、うんうん、そうですね。でこれナビスコカップだったんですね、はい。でこれケイツさんもうプロ4年目で、うん、もうレギュラー定着されてたと思うんですけど、うん、要するにレッツにとっての初タイトルもやっぱカップ戦だったんですよね、うん、これって何か覚えてらっしゃったりとかしますか？覚えてますよ、はい、2002年に、はい、決勝行って、はい、鹿島アントラーズを、はい、ナビスコの決勝、はいはい、ちょっと浮き足立ってたんですよ。ああ、その初ファイナルですね、うん、はいはいはい、浦和レッズが初めてファイナルに行くと、うん、で浮き足立ってて、はい、小笠原光雄さんのシュートが、はい、井原さんのどっかに当たって、はい、コース枠に入ってなかったんですけど当たって入っちゃったんですよ。うわ勝負ってこういうもんなんだと、うん、もちろんアントラーズ強かったんですけど、うん、でそれを経て翌年、翌年リベンジの、リベンジじゃないですか、まあその、まあ、2002年の時の悔しさもあるし、はい、でチームも少しこう変わって、はい、でオフト監督の2年目だったし、はい、これで、まあ、入るんですけど、はい、2002年も国立競技場で、旧国立競技場でやった時にホームっぽかったんですけど、はい、さらに2003年の国立競技場は大ホームだったんですよ。ああ、なるほど。もうほぼレッツってことですね、うん、はい、まあ、ほぼレッツっていうか、まあ、同じ赤色なんでどこからどこまでかって分かんないですけど、確かに。でもね、確かね確かに7-3ぐらいだったんじゃないかな。あ、そんなに下がったんですね。7-3ぐらいでレッツだったんじゃないかな。でじゃあそれって普通さ五分五分でチケットって販売するでしょ。まあ普通そうですね、チケッティングのルール的には大体そうですよ、ね、なんか噂によると、はい、鹿島のファンクラブに入っててもチケットをレッツの人間が取ったんじゃないかっていう話を聞いたことがあってかなりの裏技がありそうですよね。なんかね、そんな話も聞いたことある。まあこれ本当かどうかわからないですけど、はい、でもそのぐらい7-3ぐらいでレッツだったと思うんですよ。なるほどね。なんかそういうのもあって、はい、うん、あとはチームが少しこう若くなり、はい、こうグーってこう伸びるタイミングだったっていうのもありましたけど、はい、あの試合覚えてますよ、ね、4-0 でエミルソンとつぼちゃんがぶつかって、はい、血だらけになってそれ覚えてんな、はい、坪井さんなんかすごいことになってましたね。すごいことになって、ね、はいはいはい、あのぐるぐるハーフタイムでぐるぐる巻きになったんですよ、はい、そしたらオフト監督がトレーナーに対して、はい、お前ミイラじゃねえんだからふざけんなっつってこんなに巻いてんじゃねえって言ってトレーナーが怒られて巻きすぎだって、はい、巻きすぎだってなるほどね。これ次がケツさんだと2007年ですよね、これ ACL 初制覇。これはだからケータさんのキャリアにとっても結構ハイに近いというか、うん、やっぱアジア王者になったっていう、そうですね、ところですよね。だから2003年初タイトル、はい、2004年はチャンピオンシップ、はい、2005年天皇杯、はい、2006年リーグ、はい、天皇杯、そうですね、そうですね、でそこの後の2007の流れですね。ずっと優勝争いしてるんですよね。でここはそのアジアは絶対取る、はい、うん、っていうのと2006年で J リーグ優勝してるんで、ね、総合優勝してます ね、 そうだからこそなんていうんですかね、うん、あのもう自信に満ち溢れてましたよね、チーム自体が、ね、負けないと。確かに確かに、やっぱこれタイトル歴見ても2003年 の、 その初制覇から毎年何かしら取れるようになってるんですよね、うん、でその頂点がこの2007年の ACL 優勝だったんですね、うん、でこの ACL は、はい、予選がシドニーと上海とインドネシアのチーム、はい、その時にシドニーすごい強かったんですよ。でもなんとか予選、はい、あの4チーム中1チームしか行けなかったんですよね。そっか、そういうレギュレーションだったんですね、うん、あの時ね。結構厳しいですね。そう、なんとか上がって、で次に、韓国のヒュンダイ、はい、ホームアンダーウェイやって、はい、で上がって、はい、で準決勝がソンナム、うん、でここが多分一番あの山場になるだろうと。なるほどなるほど。
で実は夏 A3 とかだったかな、はい、試合やってるんですよ。ああなるほどなるほど。ですっげえ強いと、はい、もともと分かってたってことですね。分かってた、相手は分かってた、はい、でここ山場ってここを乗り切って、はい、まあ、PK で勝って、はい、で決勝、うん、まあ、セパハン行って、はい、ホーム、うん、で 1-1 で帰ってきたから、はい、まあもうその時にはもう自信持って、うん、もうだから負ける気がしなかった。なるほどね、うん、なるほどね。でもあの時にスタジアムのコレオとかもすごかったし、しかも11月14日、はい、埼玉の日、県民の日なんですよ。なるほど、確か、はいはいはい、決勝戦が、それが決勝の第2レグだったってことですか。そう、ああなるほど、とかもあって、あれ結構この間の ACL もそうですけど、決勝の第2レグがホームって結構でかいですよね、うん、やっぱりね。なんかね、そこからなんか ACL の勝ち癖みたいなのついてったんじゃないかな、はい、ああなるほどね。これなんか選手の立場からすると、そのリーグ戦とカップ戦ってその気持ち的 なんか違いってあったりとかするんですか。その当然サッカー選手として全試合に勝ちたいって気持ちはあると思うんですけど、うん、なんかその普段のリーグ戦と、まあ、特にこの一発負けたら終わりっていうその一発勝負のカップ戦って、なんか気持ち的な違いってあったりとかするのかなと思うんですけど。まあそんなに大きくは変わらないですけど、はい、唯一は勝ち上がるっていうことにフォーカスするじゃないですか、はいはい、なのでやっぱ守備的に頭は少しいくというか、だからゼロでいけば負けることはない、うん、でリーグは点を取って勝っていくっていう、スリーポイント取っていくっていうことなので、はい、少しやっぱり、ね、若干その変わらないけれども、思考がもしかすると若干フォーカスの仕方が変わるというか、変わるかもしれない。なるほど、ね、とにかく失点をしないっていうこと、だからやることははっきりするのは、はい、トーナメントですよね、うんうん、なるほどね。確かにな。これだから話戻させていただくと、レッツがやっぱそのカップ戦に強い理由って、まあ、さっきケイさんおっしゃってたその、ね、熱狂的なサポーターが作り出す圧倒的なそのホーム感、うんうん、っていうところと他って何かあったりとかします。その別にクラブとしてカップ戦に特にこう力を入れてたとかっていうのがあったことないですよね。全然ないと思います。そうですよね、うん、だから、はい、やっぱそのカップ戦勝ち上がるチームって、はい、やっぱ守備あなるほど、ね、の意識ってすごく高いんじゃないかなと思うんですよ。なるほどね、はいはいはい、でも自分たちのやりたいサッカーとこうずれたりすることもやっぱあるわけですよね、うん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 、で当然その知らない相手とするじゃないですか、基本。あ、特にね ACL はそうですよね、うん、特に ACL は、はい、うん、なんかそういったところのなんて言うんだろうな、普段と違うっていうのは出るでしょうね。あなるほどね。確かにその守備をある程度計算できるチームで、その上でやっぱレッツってそのここで点取ってくれるんだってフォワード結構いたりとかしたじゃないですか、うん、ワシントンだったりエメルソンだったり。確かになんかその辺はちょっとあるかなと思って。ラファエル・シルバがいたり。あ、そうですね、ラファエル・シルバがいたり。でも今回は、はい、まあ、心臓がね、そうですねっていうのもあったけど、でも、うん、やっぱフォーカスできるのはセンターバック、うん、ああなるほどね、やっぱいいんですよ。はい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 、17年とかだと牧野さんとかですよね。そう、はい、牧野と、はい、遠藤航はいなかったっけ。あ、いるよね。あ、渡るもいるし。そっかそっか、そう、あ、そう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 、最終ラインにもやっぱ人材がいたってことですね、やっぱりね。うん、でやっぱそこはすごく重要、うんうん、で2007年も、うん、まあ坪ちゃんと、はい、トゥーリオと、はい、まあ堀之内さんとかもいたし、あ、そうっすよね、もいたし、トゥーリオさんもいたんですもんね、うん、やっぱ守備できる選手たちが多かった、はいはいはい、その前ではケイタさんがひたすら潰すっていう。そうで長谷部もいたし、そうですね、長谷部もいたし、ね、まあ、ネネさんとかもいたしね。でどちらかというとね、その2007年なんかは結構守備的で、はい、でワシントンロビー、はい、まあ、永井さんとか、はい、だから、うん、だからその守備のベースがある上で、はい、やっぱちゃんと点取れる、一発で取れてくれる、仕留められるっていう。なるほどね、確かに確かに。そのなんかやっぱそのこう守備をある程度固めてこう勝ち切るっていうメンタリティがレッツにはだからカップ戦が強い理由の一個かもしれないです
ですよね。あるかもしれないですね。でもそれをね、リーグでずっとやり続けろよって話もあるわけですよね。そうですね。だからファーストステージ、セカンドステージの優勝っていうのは、まあ、3回あるわけですよね、うんうん、でもやっぱ総合優勝ってなるとやっぱ1回なんで、うん、その辺がやっぱちょっとなんかこうレッツの七不思議の一つなのかなと思ったりもしたんですけどねえ、うん、まあまあ、そうですね、リーグ戦はやっぱその長いじゃないですか、うん、1年間を通して、まあ、やってカップ戦ってやっぱこう短期でポン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 ってあるもんなんでちょっとバイオリズムが出にくいとかもあったりとかするかもしれないですね、うん、やっぱりね。あとはカップ戦になるとその、はい、今まで引きずってきたものとか リーグで勝てないとかっていうのを飛び越えて、はい、この1試合この1試合っていう、はい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 、なんか流れが頭の切り替えとかもあると思うんですよね、うん、まあ難しいですね。いやそれを毎回リーグでやれよっていう話なんですよ結局はね。そうですよね。でもやっぱ ACL 出てる時って要するに大会4つあるわけじゃないですか、うん、選手的にはなかなか負担は大きいですよね、やっぱりね。うん、まあ、だからこそ、はい、その総合力みたいなものは求められますよね。そうですよね。で全てが全てベストメンバー組めるわけじゃないじゃないですか、うんうん、そうですね。ある程度ターンオーバーしていかないといけなかったりしますよね、うんうん、まあ、その辺は、ね、J リーグの試合終わった後にすぐに飛行機乗って、はい、まあ、アジア行くっていう、はいはい、そうですね、まあ、こういうこともありますし、うん、なんかこの、まあ、そのタフさっていうのは必要でしょうね、うん、ケイさん今回はどうもありがとうございます。はい、はい、あのケイタチャンネルさんの方ではですね、今回あのバルサの歴史を3部作でお話しさせていただいてますので、そちらもぜひともご覧いただければと思います。はい、はい、今回はありがとうございました。ありがとうございました。